では健康省に出走いたします。サートルナーリアの住井先生です。よろしくお願いします。もうね、サートルナーリアもわざわざ今日は顔出してくれてますから、もう見えてますからね。でも俺んとこ来へん。俺やっぱりあんまり知らん顔を食べるのもすごくあれよ。あ、ちょっと顎の力強なってるんちゃいます。さすが、よくご存知で。だんだん強くなる。すごい、やっぱり成長ですか、これが。成長、そうですね。この間もちょっとこう、ちょっと待って、言うた途端やな。お、ほらほら、言うた途端やな。言うた途端や。ちょっとここ空気読んで、もう一回。でも前はこう一回したらもごもごね、しながら咀嚼しながら落としたりしてたけど、めっちゃ食べる気も出てるやんか。やっぱりちょっと成長した感じは感じます？人参の食い方が。いや違います。人参の食い方は僕が証明します。これはもう絶対成長してますけど。まあ競走馬として。そうですね、やっぱり体力的にやっぱ安定してきてるんで、はい、やっぱり調教しててもなんか不安感っていうのはやっぱ減りますよね。なんともちょっとこう大きくなった感じも、いや、もうごつくなりますよね。顔つきもね、顔になってますし、ちょっとやっぱり威圧感がちょっと出ましたよね。そうですね。ここのお兄ちゃんはみんなね、エピファネリアもリオンデイズもみんなこうちょっと威圧感あったけど、サートルだけが可愛らしい感じだったけど、ちょっと威圧感出てきましたね。どうですか。お、めちゃくちゃ綺麗に食べるし。でも住井先生の人参が欲しくてしゃあない感じになってる。隠してもう皿、ま、皿が食べたいみたいな。ちょっとやっぱり太くなってくるからね。えらいあれやな、首振りながら噛む。で、不安がやっぱり一番気にしてるのは、あ、お、持っていかれた。怖いねん、ここから怖いね。不安が一番気にしてるところは今回金庫賞、左回り、はい、やっぱり左回りで結果が出てないというところがありますが、このあたりどう先生お考えですか。そうですね、まあ小判になってきたので、はい、まあ、してないんで。本来その調教でも左回りを走るわけでしょ。そうですね、乗ってるんですね。はい、そこは全然心配ないんですか。特に、はい、気にはならないとは言いますけど、ね、はい、交換しますね、長さが。いや先生、あ、そうか、僕がそっち食べて、ね、あ、ここほら、ほら、さらきたわ。強くなもう一回食べたら、ちゃんと。いや俺、先生からもらいたいな、俺。安心すんねやろな。じゃあもう先生自身はそんな、本来はそんな問題ないんちゃうかなという感じですか。とは思っているんですけどね。はい、ね、はい、それ見てなくて怖くないんですか、手元見てなくて。そうですね、まあまあ、はい、噛める限界が。相当な勢いで噛んでますよ、今。あ、やっぱりでも上げ方があれ、安心するからバリバリいけるねや。俺やっぱり逃げてるもんな、まだ。バリバリ来られたら。いや、これだいぶほんまに顎の力がつきましたよね。ほんまに男の小馬みたいな食べ方になりましたね。本物やね、もう。本物ですよね。まだ金庫賞を勝てるようになったから。勝てるようになってから。じゃあ、調子の方はどうですか。はい、良くなってますね。じゃあ、心配するとかもじゃあ全然ないですか、その。まあ、左回りやってみての左回りっていうぐらいで、安定してきますし。そうですね、左回り走るようになったら選択肢もまたね、いろいろと広がりますよね。やっぱり左回りこなしてくれるとちょっとね、日本競馬においては、うん、そうですね、大きな競馬場がね、たくさんありますから、うん、いい競馬で。そういうのはやっぱりちょっとあれして金庫賞スタートっていうことですか。そうですね、はい。この食いっぷりの良さとともに、先生、抱負をお聞かせください。そうですね、本当に、まあ、令和2年、ね、スタートの競馬ですけど、はい、まあ、しっかり休養して充電しましたしね、代表馬にもしてもらえた
はい、俺の走りができるようにしっかり作り込んでいきますので、はい、ぜひいい競馬場へ見に来れるのかな。ギリギリですよ ね, ねちょっとそういうことの悩みもありますよね、はい、あの本当にぜひ見れるんであれば、はい、見に来てくださいはい、そうですね。まあでもね、今年はもしかしたら海外にっていう話も出てくるでしょうから、見れる機会があった時に見といた方がいいですよね。そうですね、はい、はい、ぜひ暫定、今現在暫定王者ですから、リス・ウラシュがいなくなりましたからね、はい、ですから、まあ、サートル・ナルヤの走りを多くの皆さんご注目ください。先生ありがとうございました。はい、ありがとうございました。サートルもありがとう。